大阪本部長、本田香織さん、よろしくお願いします。私からは政治活動へのご参加の呼びかけを行いたいと思います。毎日目にするニュースは外国人優遇、もしくは外国人の凶悪な犯罪です。もう待ったなしの状況で、一人でも多くの方の政治活動へのご参加をお待ちしております。私はほんの数年前までは仕事しか目に見えてないお花畑のタゴ作でした。沖縄の米軍基地のニュースに疑問を抱き、調べて日本の事実を知り、日本第一党にたどり着きました。初めて日本の現状を知った時には、あまりのショックで、何度も号泣し、調べてはショックで寝込んでを繰り返しておりました。会社を退社した時にもう組織に入ることはないと自分で決めていたので、日本第一党への入党はとても悩みましたが、当初のラジオを毎日聞き、私に何かできることがあればと思い入党いたしました。昨年の1月末に初めて街頭演説をし、緊張で震え上がっていたのを今でも覚えています。昨年7月に参議院議員選挙、今年4月に統一地方選挙へ出馬させていただき、あちこちの駅で凱旋を行っていると、桜井投手のファンです、頑張ってくださいと声をかけてくださる方がとても多く、豊中市のようなパヨク市にもたくさん投手の支持者がいるのだと、とても嬉しく心強かったです。皆様が政治活動が怖いと思っていることなど何もありません。日本の状況は驚異的な速さで崩壊しています。シノゴの言っている暇はない状況です。豊中市だけでも凱旋をしていると、自民党はあかんという声を多くの方から聞きます。日本を守りたいという同じ志を持った方のご参加を心よりお待ちいたしております。特に若い方のご参加をお待ちいたしております。未来ある若い方、子どもたち、お孫さんたちのために共に活動をし、日本を守りましょう。